そしたらテンダーへ向かうと。テンダーはどこだ。こっちか。バーテンダーね。バーテンダーに向かえばいいと。七福通りからこういった方が早いか。ここまっすぐ行って曲がると。普通に車取ってんな。待って、あ、敵だ。やべえ。あ、捕まっちゃった。助けて。痛い。おお。あ、帰れた帰れた。帰れただけだったわ。ダグ、時間食っちゃったよ。そんな食ってないけどね。かわいそうに。町のチンピラたちが。危ねえ危ねえ、引かれるとこだった。なんか一瞬だけポップ表示されるけど読めねえんだよね。百方位東京出張だ、羽伸ばすぞ、風俗行くぞ。行く気満々のやつがいるな。君風俗行くの。よし、今日は今日は残業せずに家族サービスするぞ。誰が言ってんだ、こいつか、この兄ちゃんか。え、この兄ちゃんが言ってんのか、もしかして。チャンピオン街のアテンシに変なニートがいてさ、飲み対決かけてくる。いろんなやつがいるんだな。さっきのスカウト超しつこい、だからこの街歩きたくないのよ。ババアじゃねえか。お前か今言ったの。あら、私老眼鏡どこにやったかしら。こいつじゃないわ。 スカウトがしつこいって言ってた女どこだ。あ、着いたわ。あれ、こっちじゃねえ。最近は物忘れがひどくてね、昔はこんなことなかったのに。寿司三昧。あ、寿司三昧って寿司食いに行くか。寿司食ってくか。いらっしゃいませ。こんにちは。うわー、たっけたっけ。でも入っちゃったしな。なんか何も食わずに出ていくのも気まずいよな。海鮮チラシでも食っていこうかじゃん。よし、やべえ。いただきます。こりゃうまい。うまい。さ、ごちそうさま。ありがとうね。いやいや、こちらこそありがとう。ありがとうね。この辺のはずだけどな。バーテンダー、バーテンダーどこにあんだ。ここだよな。これか、バーテンダー1階来たな。どうも新谷先生、いるかい。バーテンダーは20年前俺が神室町で初めてバイトしてた店だ。へえ。マスターはその頃から老けてたのか、今もあまり変わってない。そうなんだ。ターボか。奥に新谷先生来てるよ。ああ、仕事の話なんだ。また来ちゃった。誰だよ。あんま飲みすぎんなよ、マリネ。マリネ。あの人、誰だよ。ターボの連れなの？仕事相手。今日のクライアント。うちの仕事が欲しけりゃもっと早く来い。すいません。遅すぎんぞ。急な呼び出しに遅刻もないだろう。妙な先輩風はよしてくれ。一杯飲ませてもらいます。俺の金でか。いや、現代事務所の交際費ってことで。経費ね。東上会の松金組若頭、あら、羽村恭平。
お前はよく知ってるな。羽村。今日もさっき会ったよ。だね、頭。羽村の頭が依頼人？ああ、逮捕された。殺人とした意気でな。あれ？マジで？マジで？マジだよ。で、松金組からうちに弁護の依頼が来ちまったんだ。まあ、松金の組長は裁判ごとじゃずっと源田先生を頼りにしてきたからな。でも今回はなんであんたが？源田先生が俺の名刺渡してたらしくてよ。たく、なんで俺がヤクザの弁護なんて。なるほどね。ご愁傷様。これからカムロ署で羽村に接見する。お前も一緒に来い。さっきまでいたのにな。俺たちもヤクザには慣れてんだろ。かもね。接見の前に事件の大筋を共有しておく。まず被害者は関西協力会のヤクザだ。関西協力会。1週間前、カムロ町のゴミ捨て場で死んでるのが見つかった。おい、その事件って。なんか見たことある気がすんな。ああ、死体の目がえぐられてたって。ああ、例の事件だ。それか。警察は羽村をその犯人と見ている。なるほど。でかい事件だな。今までに目をえぐられたヤクザは3人。同一犯の連続殺人なら相当注目されるはずだったんだがよ。ん？違うのか？初めの2件は羽村にアリバイがあった。ああ。で、警察は3件目についてだけ羽村を犯人と言ってんだ。すげえややこしいこと言うな。連続殺人じゃないと。めちゃくちゃややこしいこと言ってないか、それ。3人死んでて全部未解決じゃ警察もカッコつかねえ。だから多少強引だろうが今回のだけでも片付ける気なんだろう。おい、無理があるだろそれ。被害者はヤクザだ。世間もうるさくは言わん。むちゃくちゃだな。お、効率よく情報を引き出してボーナスを獲得。なるほどね。ボーナスとして SP を獲得。なるほど。加害者も被害者もヤクザの殺しか。遠慮はいらないな。事件の核心から聞いていこう。羽村の言い分かな。じゃあ羽村は事件のことなんて言ってんだ。やってないと言ってるそうだ。警察の言いがかりだともな。まあでも半分そうだろうしな。じゃあ無罪を主張するってことか。あ、正解じゃなかった、もしかして。実際に羽村が殺したのか。あんたはどう思う？そんなのわからねえし、どっちでもいい。依頼人が無罪を主張するんなら俺も法廷でそうする。それが弁護士の仕事ってもんだ。なるほどな。警察が羽村を逮捕した理由は、ね、結局全部聞くのか。理由は2つ。被害者はカムロ町に進出してきた関西ヤクザで、もう何ヶ月も登場会と交渉している、うん、あ、そうなんだ。となると十中八九殺したのは登場会系列のヤクザだ。で、そうだな、登場会もその一人。登場会系列だったな。もう一つの理由は羽村の頭。事件当日羽村は被害者と口論をしていた。あ、そうなんだ。事件前に被害者と喧嘩してたからってことか。でもあれだよな。ん？もう十分分かったよ。そろそろ店を出よう。先に行っててくれ。俺は何本か電話かけてから行く。カムロ署までタクシーで行っていい？タクシー。分かった。タクシー。お、ケースファイルに情報が追加されました。なるほどね。あ、ごめんなさい。もう行くのか、タボ。珍しく忙しそうじゃない。いや、忙しいんすよ、それが。おかげさまで。今度、お前さんに仕事頼みたいって客がいたんだけどな。マジっすか。連絡先だけ渡しといてください。また時間あるときに話そうか。ぜひぜひ、よろしくお願いします。仕事もらえるなら助かるよ。そうなんですよ、僕、ニートなんで。また手が空いたら来てくれ。ニートなんでね。はい、ありがとうございます。いや、マスター、ここの椅子、片付けといてくださいね。最近、掃除とかしてないでしょうから、この椅子だけどかしとくんで、椅子の下掃除しといてくださいね。じゃあお願いしますよ。どうした？いや、なんもないっす。いや、
なんもないっす。ちょ、マリネ、邪魔だよ。ターボに仕事を頼みたいってキャッ。あ、マスターじゃ、そんなことよりもね、これ片付けといてね。椅子はどかしておいたから、掃き掃除だけ頼むよ、マスター。じゃあね。さあ、タクシー探すか。タクシー捕まえなきゃか。なになになに、今絶対当たりに来たよな。当たりに来たよな。やるかい。俺を矢神と知っての。タクシーなんてどこにいんだ。ああ、ここにいんな。ここでいっか、一番近そうだし。あ、でもここまっすぐ行ってもいけるな。ピンク通り。じゃあここまっすぐ行くか。ここがピンク通りね。お、ヘイタクシー、ヘイタクシー。どちらまで行かれますか。初乗り410円になります。どちらまで行かれますか。カムロ署に行きたいんですけど。あ、結構いろんなとこ行けるんですね。カムロ署までお願いします。はい、お願いします。面会場来た、来たぜ。お、羽村の頭じゃないですか。今夜はよく会うな、ターボ。笑ってもいいんだぜ。まさかこんなところでお会いするとはね。源田法律事務所の新谷です。組の方からご依頼を受けまして。ああ、頼りにしてるぜ、新谷先生。頼むぜ。俺らも仲良くやりましょうや。うちの親父と源田先生みてえに。ああ、そうですね。なるほどね。相棒みたいなもんか。早速ですが、いろいろ聞かせてください。話の裏取りや調査はこちらの矢神が進めます。そりゃ頼もしいな。よろしくどうぞ。よろしく。逮捕の理由は殺人ということでしたが、そのお心当たりはあるんでしょうか。やったんだろ。お心当たり。実際に頭がやったのかってことです。どうなんです。やってようがなかろうがよ、お前らの仕事は俺をここから出すことだ。違うか。違いますね。俺はもしあんたがやったって証拠を見つけたら手を引くのか。いや、それを検察に渡してあんたを無所に送らせます。ふざけんな。怒ってる。俺は殺人鬼だって無罪にしたんだろうが。おい、矢神、なんちゅう怖え顔。3年前、なんちゅう怖え顔すんだ。少なくとも大久保新平は無実の可能性が高かった。だから俺も信じることができた。でもその後大久保は恋人を刺して火までつけたじゃないか。ターボ、あん時お前は無罪取るって手柄に目がくらんだんだよ。だから人殺しかもしれねえって男を野放しにした。だろ、正直に言えよ。そうなのか、ターボ。疑わしきは罰せずですよ。なら焼き殺された娘の親にもそう言ってみろ。それができねえから逃げたんだろ、弁護士って仕事からよ。そうなのか、ターボ。正直に言え。事件の話に戻したいんですが、構いませんか。ああ、いいぜ。お前もいいな、ターボ。大人になれ、ターボ。分かったよ、続けてくれ。失礼しました。では、タボ。まず被害者は協力会組員で、名前は久米敏郎、年齢は34。12月4日の早朝6時、ゴミ捨て場に死体があると110番通報がありました。今12月なんだ、寒いな。事件前に頭は被害者と揉めてたそうですね。ああ。
警察は何か言ってませんでしたか？他にも頭を逮捕するだけの証拠があるとか。そんなもん俺にわかるわけねえだろ。なあ、新谷先生。わかんねえのか。ただ、警察にどんな証拠があるか、今の時点では弁護士にも開示されません。そうなんだ。起訴前は、羽村さんの話だけが我々の頼りでして。そうかよ。それじゃ八神、お前から羽村さんに聞いておきたいことは。まあ久米との口論、内容も気になるよな。被害者について聞くより久米との口論について聞くが。被害者の久米とはどこで揉めてたんです？スッポン通りにアムールってクラブがある。その店先だ。俺は組の若いもん連れてた。その時に強烈会と睨み合いになってよ。はいはいはい。そいつが組めって野郎だった。なるほどね。喧嘩ふっかけたのは頭の方かな。ああ、関西の下っ端にでかい顔されたんじゃメンツが立たねえ。それに俺もまあまあ酒が入ってた。それは何時頃です？9時過ぎだ。9時過ぎ。組と睨み合いになった後は結構早いな。それで終わりですか？いや、野郎が逃げようとしたのを捕まえてよ。アムールの中に引きずり込んだ。あら。いや、口論って聞いてましたけど。じゃあ、羽村さんは大勢で被害者を拉致した？ああ、アムールはうちの組でケツ持ちやってる店だ。で、中にいた客は全部返してよ。しばらく組に焼き入れてた。あら。ただ殺しちゃいねえ。その後奴は裏口から叩き出してやった。なるほど。俺もそのまま店を出た。12時よりは少し前だ。長えな。3時間ぐらい焼き入れてたんだ。すると被害者はあんたらにめちゃくちゃ長くないか。朝には目をえぐられてた。俺が警察でも頭を逮捕しますね。そうなるわな。アリバイっつってもさ、そこは一緒にいたからな。朝か、朝の問題か。帰ったっつってたもんな。被害者について聞いてみる。被害者の身元は確か久米敏郎34歳、強烈会の下っ端だ。下っ端だ。久米は神室町に一人でいたんですか？構想中の関西ヤクザが敵地で一人きりってことは。ああ、もう一人連れがいた。野郎の兄貴分だろうが、名前は知らねえ。あ、そうなんだ。連れいたのか。人間は合わせて二人か。こっちは俺を入れて松金組が5人いた。久米の兄貴分はアムールに連れ込まなかったんですか？その前に逃げられた。やつも死に物狂いだったからよ。なるほどな。警察の動きについて調べても仕方ねえか。頭のアリバイはどうなんです？まず被害者の死亡推定時刻は深夜2時から3時の間らしいな。その頃どこにいたって取り調べでしつこく聞かれた。実際どこにいたんです？サウナだ。神室町のサウナ御殿。あ、サウナいたんだ。朝までずっとな。焼き入れた後に。ただしそれを裏付ける証拠証言はなしですよね。あれば今頃逮捕されてない。そういうことだ。ふざけた話だがよ。なるほどな。まあそんなもんでしょう。今聞けることは大体聞けた。わかった。よしよし、行こう。まあ、羽村の頭が言ってることが本当だったらな。サウナ御殿に行ってくれ。似合ってないよそれ。羽村のアリバイを確かめろ。新谷先生、似合ってないっすよそれ。もしアリバイが証明できりゃ裁判するまでもねえんだがな。明日報告してもらうぞ。新谷先生、こっちから連絡する。それはいいんすけど、それはいいんすけど、似合ってないっす。
眼球くり抜き事件、サウナゴデン、占領通りね。なるほど、行くか。ね、そんな警戒しなくてもいいじゃないですか。なんすか。海鮮居酒屋地引き網。すごいな、作り込みがすごいなこの辺。これはもうでも明らかだもんな。マジかって何？うわ、ドンキだ。なんかすげえ人とぶつかってる気がすんな。かわいい。かわいいな。これなんだ？タオルか。パジャマって書いてあるな。どのパジャマにしよっかな。矢神的にやっぱりこの赤と白のジバニャンカラーかな。矢神的にはやっぱこれが捨てがたいかなと。なんかすげえぶつかってんな。ごめんねおばちゃん。あ、ごめんね矢神、困っちまうね。ごめんねおばちゃん。ごめんね、ごめんごめんごめん。矢神パジャマ選んでた。